野球は北、アメリカや東アジアで人気のあるスポーツであるサッカーは全世界で広く行われている剣道の試合スポーツとは一定のルールにのっとって勝敗を競ったり楽しみを求めたりする身体運動の総称である。スポーツとは一定のルールにのっとって勝敗を競ったり楽しみを求めたりする身体運動のことである。語源、スポーツスポーツの語源はラテン語の ディポーテー・デポルターレに遡るとされ、あるものを別の場所に運び去るが転じて、売いを持ち去るという意味、あるいはポートレイ、2を担うの否定形、2を担わない、働かないという五感の語である。これが古フランス語のディスポーター、気晴らしをする、楽しむとなり、英語のスポーツになったと考えられている。スポーツが指す内容その原理は、現在も保持されているが、意味するものは、時代とともに、 多様化している。17世紀から18世紀には、スポーツは伝統的貴族や信仰階級の地主ジェントリの特権的遊びである狐狩り等の狩猟を筆頭に、競馬やディベート、歌劇や合奏の共演、カードゲームやバンゲームなど多岐にわたった。しかし19世紀に入ると、権威主義に対抗した筋肉的キリスト教運動や運動競技による人格形成論が台頭。 貴族階級から解放され、労働階級によるスポーツの大衆化が進んだ。近代になると統括組織によって整備されたルールに則っ,って運営され、試合結果を記録として比較し、娯楽性よりも記録の更新を良しとする競技を第一に意味するようになった。日本でも国民の身体的健康を目的として、運動競技イコールスポーツを推奨し、現在まで定着した。 20世紀末頃からエンジンのついた乗り物で競技をすることもモータースポーツなどと呼ぶことも行われるようになった。スポーツの英語表記には集合的な意味で用いるスポーツと種目別に表現するような場合に用いる A スポーツ、スポーツの2種類がある。また、スポーツメディシンやスポーツインジュリーなどのように形容詞的に用いる場合には スポーツという語が用いられることが普通である。特に、アメリカでは、集合的な意味で用いる場合にも、スポーツという汎用表現が多用される。しかし、学会の名称や、学術書の表題などのように学術的な意味で、集合的に用いる場合には、ノースアメリカンソサエティフォースポー for ジメントや、ジャーナルオブスポーツヒストリーなどのように、語尾に、 S, S をつけない表記が大多数を占めている。詳細は、スポーツの歴史を参照スポーツそのものは特に、地域的な偏りなく、原始的な文明も含めて、古代から全世界において行われており、古代エジプト王朝成立以前のエジプトにおいて、すでに競争が行われていたことがわかっている。古代文明のうちでスポーツを特に重視したのは古代、ギリシアであり、 紀元前776年以降オリンピアで4年に1回行われた古代オリンピックはギリシアの全都市が参加する大規模なもので大会期間中は戦争が禁じられ勝者には栄誉が与えられた。なおギリシアではこの他にもネメアー大祭、イストミア大祭、ピューティア大祭といった大競技大会が開催されていた。古代オリンピックは ローマ帝国の統治下でも継続し、おそらく393年に行われた第293回、大会まで1000年以上継続したが、394年に、キリスト教の指示の下で、テオドシウス一世によって禁止令が発出された、ことによって終わりを迎えた。19世紀英国で、筋肉的キリスト教運動や、運動競技による人格形成論が台頭すると、 スポーツ専門組織によって整備されたルールに則っ,って運営され、試合結果を記録として比較し、その更新を良しとする近代スポーツが誕生した。最初に競技連盟が成立したのは陸上競技であったため、陸上競技はすべてのスポーツの代表とされており、陸上競技場はメインスタジアムと呼ばれている。近代スポーツの誕生は、 スポーツの流星と競技種目数の増加を招いた。サッカーとラグビーのように、いくつかの種目は、ルールの確定と厳格化によって原型から分化し、異なるスポーツとして発展し始めた。いくつかのスポーツは、発祥地から遠隔地の諸国へと広がり、世界的な広がりを持つようになったが、特にイギリスの植民地においては、イギリス発祥のスポーツがそのまま伝播し、 クリケットやラグビーのように共通のスポーツ文化を保持するようになった。また、野球やアメリカンフットボールのようにスポーツが伝播した先で現地文化の影響を受けて変化し、新たな競技として文化することも珍しくなかった。フランスのピエールド・クーベルタンは古代オリンピックの復興を唱え、1896年には第1回アテネオリンピックがギリシアのアテネで開催された。 このオリンピック大会は徐々に成長していき、やがて世界最大のスポーツイベントとなっていった。2012年ロンドンオリンピックのセーリングフォーミュラ1スポーツには様々な分類方法がある。例えば、金銭を目的としないアマチュアスポーツと金銭を目的とするプロフェッショナルスポーツに対別する方法がある。スポーツ技術、記録などの向上を目指し、 人間の極限への挑戦を追求する選手のスポーツを競技スポーツという。例えばオリンピックなどが挙げられる。それに対して老若男女、誰もがスポーツに楽しみを求め、健康づくりや社交の場として行うスポーツ、身近な生活の場に取り入れられているスポーツを日本では生涯スポーツと呼ぶ。 楽しむことを主たる目的として行うスポーツをレクリエーショナルスポーツと分類する方法もある。何らかの障害者を持つ人々が行うスポーツを障害者スポーツと分類する方法がある。非常に多種類あり、競技会も多種で大規模な国際大会であるパラリンピックも行われている。フィールドとして水を利用して行うスポーツをウォータースポーツと分類する。水泳。 水球、サーフィン、ウィンドサーフィンなどが含まれる。ウォータースポーツの中でも特に海で行うものをマリンスポーツと分類する。風や空気の力を主に利用するスポーツをウィンドスポーツと分類することもある。パラグライディングなどが挙げられる。道具としてボールを用いるスポーツをボールスポーツ、機械を用いるスポーツをキネマティックスポーツと分類する。 ボードに乗るようにして行うスポーツを、ボーザポーツボードスポーツと分類する。スケートボード、スノーボード、サーフィン、ウィンドサーフィン等々が含まれる。原動機のついた乗り物類を用いるスポーツを、モータースポーツと分類する。オートバイ競技や自動車レース、PWC などが挙げられる。バンゲームやカード、推理など、主に頭脳を酷使する競技を、マインドスポーツと呼ぶ分類もある。 競技をテレビゲームやプログラミング、GPS、インターネットのソーシャルネットワーキングサービス、ドローンなど電子機器やコンピュータ、電装設備を用いて行うことも e スポーツと分類することが2000年代に入って一部で行われるようになった。武道には様々な面があるが、その一部の面だけを抽出しておいてスポーツに分類することはある。例えば柔道には 様々な面があるが、柔道を試合形式で行うために言っている場合、それをスポーツに分類することがある。ただし、スポーツに分類してしまうことが適切なのか、不適切なのか、議論を生むことはあり、実際に過去にも柔道連盟などでも何度も議論になってきた歴史がある。また、例えば、合気道は基本的に試合形式では行わない。合気道の師範は一般に、 相気道をスポーツと呼ぶことには違和感を表明している。伝統的なスポーツと比較しつつ、新しく考案されたスポーツをニュースポーツと分類することもある。競技スポーツについては以下のように分類される。スポーツ競技一覧も合わせて参照のこと、個人競技、編集個人の成績だけで勝負を決めるもの、団体競技、編集個人競技を個人で引き継ぎながら記録を競う競技、 陸上競技、水泳リレー。通常一人で行う競技を二人ペアで連携を取りながら行う競技。テニスダブルス、卓球ダブルス、アイススケートペア。通常一人で行う競技を複数人の集団で同時に行う競技。シンクロナイズドスイミング、新体操団体演技。通常一人で行う競技を複数人が行いその合計成績で競う競技。 あるいは1対1の競技を複数人の組み合わせで行い勝敗数を競う形式、格闘技団体戦、体操競技団体戦、複数人の出場選手と交代要員で構成されたチームで全体の連携を取りながら対戦し、競技が進行するもの。オリンピック競技となっている男女チームスポーツ、対人競技、編集相手と直接対戦し、勝敗を決めるスポーツのこと。 競争、編集相手と同時に対戦して、着順で優劣を決めるか、個別に所要時間の記録を取って、その結果で優劣を決めるスポーツのこと。採点競技、編集相手とは同時に対戦はせず、優劣が決まるスポーツのこと。かつて、フィギュアスケートは、相対評価の6点満点方式だったが、2002年、ソルトレークシティ五輪の不正採点事件を機に、 加点方式に変更されたと言われる基礎点に加点、減点した技術点と表現力の5項目を特典化した演技点の合算オリンピックのモットーとして有名なより早く、より高く、より強くという三語法は1996年版の14に書かれているという情報がある。2011年7月8日から有効版には第1章の10に書かれている。 2019年9月20日に東京スタジアムで行われたラグビーワールドカップ2019の日本ロシア戦各種スポーツではそれぞれ競技大会が行われまた複数の競技を総合的に開催する総合競技大会も数多く行われている総合競技大会の中でも最も大規模かつ著名なものは4年に一度行われるオリンピックであるこのか。 アジア競技大会のように地域別のもの、コモンウェルスゲームズのように政治的中退によるものなど様々な区分による総合競技大会が存在する。また各種競技単独で世界各国が参加して行われる国際大会も数多く存在する。こうした国際大会の中で最も大規模かつ人気のあるものはサッカーの FIFA フフワールドカップである。参加に対して 報酬を得られるかどうかによって、スポーツ選手はアマチュアとプロフェッショナルの二つに分けられる。また、報酬を得ているもののそれのみで成形を立てられない、セミプロの選手も存在する。アマチュアとして、一般市民が余暇の一つとして行うスポーツは多岐にわたっており、市民チームやクラブは無数に存在するほか、市民マラソンのように、一般市民が参加できる個人競技大会も存在する。 競技スポーツだけでなく、健康のために、個人で行うスポーツの参加者も多く、ジョギングやエアロビクスなどの流行と流星をもたらした。世界最大のスポーツ大会であるオリンピックは、創設者のクーベル単位以降長らくアマチュアリズムの理想を掲げており、アマチュアしか出場することができなかった。中でも、第5代国際オリンピック委員会会長だった。 アベリー・ブランデージは強硬なアマチュア論者として知られ、プロの排除を厳格に遂行したが、この頃には、ソビエト連邦をはじめとする共産権諸国が、国家の威信をかけて育成した、いわゆる、ステートアマの進出が進んでおり、この方針は、多くの摩擦を引き起こした。こうしたことから、ブランデージ退任後の1974年に、この方針は削除され、以後プロの進出が急速に進んだ。 これに対し一部の人気のあるスポーツにおいては優秀なプレイヤーがプロフェッショナル化しスポーツ参加のみで生計を立てることができるようになっている各国において人気のあるスポーツは異なるためプロ化しているスポーツも国ごとに異なっている人気に高いスポーツには多くの観客が集まりさらにマスメディアによって放映される試合には膨大な数の視聴者を見込むことができるため 一部のプロスポーツでは、莫大な金額が動き、トッププレイヤーは、高額な報酬を得ることができる。スポーツ選手としての収入のほか、トッププレイヤーは、コマーシャルの出演によっても、多額の収入を得られる場合がある。こうしたことから、世界の年収ランキングにおいては、数人のトップ選手が、ランクインすることが常である。運動靴はスポーツのみならず一般生活でも、 使用されるスポーツは参加者、ファンともに膨大な人口がいるため、スポーツに関連した産業も巨大なものとなっている。スポーツ用品産業には、各種スポーツに専用の道具を生産するものだけでなく、例えば各チームのユニフォームや、スポーツ用シューズの生産なども含まれる。こうしたスポーツ用品は参加者のほか、お気に入りの選手と同じ商品を求めるファンや、 機能やデザインを気に入った一般市民をも販売対象としている。メディア産業においてスポーツは重要な地位を占めている。プロスポーツの試合や世界大会のスポーツ中継には膨大な数の視聴者がおり、その広告収入を見込んで有力スポーツのイベントには莫大な放送権量が提示される。放送権量の他に スポーツイベントにおいては有力企業がスポンサーシップを獲得し資金を拠出する代わりに独占的な広告の権利を得る。こうしたスポンサー契約は高い広告効果を持つため各社は契約獲得にしのぎを削っている。テレビやラジオでは試合中継の他にも結果がスポーツニュースとして流され、 翌日の新聞でもしばしば大きく報道される。スポーツ関係を主に扱うスポーツ新聞も各国に存在し、各スポーツに特化したスポーツ雑誌も多数発行されている。登山やスキー、水上スポーツなど一部のスポーツは特定の場所でしか行うことができないため、スポーツを行うことを目的としたスポーツツーリズムも 盛んに行われている。特に冬季にはアルプス山脈地方を中心に多くの観光客がスキーリゾートを訪れ、スキー客数は増加の一途をたどっている。スポーツツーリズムは該当地域の経済に好影響を与える一方で、環境や文化の破壊などの問題をもたらす場合もある。スポーツと賭博の間の関係は国によって様々である。 2009年には世界の商業賭博総額3350億ドルのうち競馬が7%スポーツくじが5%を占めていた。ただしスポーツ賭博を完全に禁じている国も珍しくなくさらに同じ国内においてもスポーツ賭博の対象として認められている競技と一切禁じている競技とが存在する。日本では 戦前から認められていた競馬に加え、1948年から1951年にかけて競艇競輪、オートレースが相次いで公営競技化されたほか、2001年からはサッカーを対象にスポーツ振興くじが発売されている。19世紀以降、いくつかのスポーツは発祥地から遠隔地の諸国へと広がり、 世界的な広がりを持つようになった。スポーツは、ルールの共有や整備を通じて、発祥地の文化を超えて普遍的な方向へと進む、傾向があるが、一方でもともとそれを固有文化としていた、地域においては、固有性と普遍性の間で衝突が起きる場合がある。それぞれの競技には、国際的な統括団体として、国際競技連盟が存在しており、 各国の国内競技連盟間の調整や、国際大会の主催、各国間の相互交流などを行っている。ただし競技が行われる地域はそれぞれ異なっており、サッカーのように比較的偏りなく、全世界で行われるスポーツもあれば、北米、カリブ海、極東に競技者の集中している野球や、イギリス連邦諸国で主に行われるクリケットや、ラグビーのように一部地域で、 強い人気を持つものもある。こうして国際的な人気スポーツに対し、ある一カ国や一民族で長く行われている民族スポーツも世界各地に存在し、根強い人気を誇っている。スポーツとナショナリズムの間には、すでに19世紀において強い相関が認められ、21世紀においても各種国際大会の勝敗は、各国のナショナリズムの公用をもたらす。 1969年には関係の極度に悪化していたホンジュラスとエルサルバドル間の対立が 1970FIFA フフワールドカップ予選の両国対決をきっかけに爆発しサッカー戦争と呼ばれる戦争へとつながったこともある多くの文明において体を鍛えることは教育の一環として非常に重視されていたヨーロッパにおいてはそれまで教育においては軽視されていた体育が ルネサンス期以降カリキュラムに取り入れられるようになり、19世紀に義務教育が導入されると体育も必修科目となった。スポーツを対象とした学問分野はスポーツ科学と総称され、スポーツ社会学やスポーツ医学など様々な分野に分かれる。主なスポーツのファンの人口と人気順は数のようになっている。ありがとうございます。